んにちは、ダイスです。今回はピクミン4決戦のオアシスということで、前回の続きで最後の戦いになりそうな予感です。相手はまさかのオリマ。お前腕前とても素晴らしい。どちらの段取り力上か決着つけよう。お前との段取りバトルこれで最後。全力でかかってこい。やっぱり最後って言ってる。え、待って、私この岩ピクミン入手してない。いるの、工作どこにいたんだろう。一匹も持ってない。あ、そういえば白ピクミンもいるんだったら持ってないし、他の色も持ってない。探索の途中にいたんでしょうか。ここに出てくるってこと、完全に岩はいたってことですよね。失敗してる。で、プレミア商品がエビ。エビってもう完全にあの水の中にいるやつですよね。どうしろと。岩で水の中行くの、ちょっと難しくない。ここ向こう側行きます。奥にある位置が欲しい。仲間作りたい。仲間作りたいし、これちょっと運んでもらって、今7ですね。7ずつだ。まだいける。あ、待って、ハテナカプセルもあるし、5足りるね。9いるから5足りる。あ、待って、横からなんか来てる。あと1欲しい。君ちょっとこっち、待ってみんなそうじゃないんだ。ちょっとこっち先にしよう。迎えに行きたいんですけど、すごいオリマ31もいる。待って、取られてるんだけど。何してるの、取られてる。私ピクミンの数が今すごく少ないので増やしたいです。やっと25。ちょっと待って、段取り悪いよ。どうしよう。Y ボタンでプラスできる。よし、来た。でもなんか光ピクミンが増えてる。なんでなんで岩じゃなくて、なぜでしょう。緑の光ピクミンが増えたのはなんででしょう。ちょっとしょうがないからこの辺やります。43。オリマー早くない。ちょっと待って、近くに来てる。これは私がもらいます。この子は私がもらいます。10足りないけど、あ、こっちに運んできてくれてるこういうのたまにありますよね。あと今気づいたんですけど、オッチンの尻尾がピクミンの葉っぱと同じ色になってます。これどうしようかな。なんかもらいます。なんかいいやつ。コマ、ちょっとわかんないから置いとこう。これ欲しい。あー、向こうに行ってる。ひどい。オリマーさん、こっちまで来すぎじゃないですか。どうしよう。みんな戻ってきて。待って、敵の子いる。いっぱいいる。なんだって、なんでそんなにピンクい子いる。あー、ひどい。 B ボタンだ。ちょっと待って、奥にプレミア品がいるんですけど、そこまで行きたいんだけど行きたいんだけど、オッチンが攻撃されてる。ちょっとやめてよ。あ、取られちゃってる。ひどい。オリマーさんのところの岩ピクミがすごいいい仕事してるんですけどちょっと違うとこ行こう。これ欲しい。持ってきてもらって、で、うちの子たちだけでいいんだけどな。よし、置いてきたよ。来なくていいよ本当に。どうしよう。じゃあこの大きいやつ大きいやつ運びますか。わかんないけど、どうしよう。負けてる。逆転爆弾。まずい、逆転爆弾だ。ちょっと待って、見に行こう。逆転できるやつのアイテムってなってた気がする。待って、エビ取られてるよ。光ピクミンでエビ生かせるんだ。あ、待って、いちご。
私イントネーションが済んでるところがあれなんですよね。いちごって言っちゃうからちょっと違うんですけど、いちごがプレミア品、これは欲しい。この子 Y ってなんだろう、ちょっと使ってみる。激辛スプレーで段取り力を上げる。待って、早くなってる。この食らえ、こう近くに来なくてもいいんだけど、今ならいける。動いてないでしょ。よし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 、当たってますよ。いい感じに、いい感じに当たってますよ。モスに多分今当たったんだと思います。みんなこれ、待って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 、プレミアじゃないんだけど、でかいの来た。やめてよ、大きいのはプレミア品じゃないし、変わったんだよ。イチゴが欲しかったのに。はっ、私のピクミンちゃんが。みんな行けー。あ、まじひどい。しまった、モスが、あ、モスが倒れてる。待って、私のところからイチゴ持っていってるやつがいる。ひどくない？私のイチゴ、イチゴ、イチゴ取られた。せっかく持ってきたのに、イチゴちょっとやめてよ。もう均衡してるんでお願いします。で、これプレミア終わってる。これだね、爆弾。なんか向こう行ってるよ。プレミア品で差をつけるは分かったんですけど、爆弾、よし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 、いけ、やった、出た。で、これ持ち帰るんですよね。段取り結晶っていうんだって。持ち帰る、これを持ち帰るんだ。みんな、そうだ、うちのにするんだ。ちょっと待って、君たちは大丈夫だよ。ちょっと足りないからね。こっちこっち、あ、1足りない。ちょっとおいで、編成しよう、編成。はい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 、ちょっと多ければいけるから、これで、これちょっと持ち帰ろう。ここでしょ、ここで持ち帰ってもらって、途中でなんか妨害されてるかな。あと30秒。ああ、待って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 、ちょっと来た。まずい、モスを止めるんだ、みんな。ひどいひどい。え、モスが入ると100とかになるんですけど、ずるくないですか。強すぎじゃない。引っ張り力を上げてるってことなのかな。そんなに私育ててない。おっちん、おっちん、あ、勝った、よかった。爆弾ですね、逆転爆弾でできました。危ない。30以上差をつけて勝利したっていうので、なんかシルバーっぽいのもらいました。ついにやりましたね、やりましたね。フラフラしてるよ。私の完全な負け。君のような段取り力があれば私も故郷へ帰れたかもしれない。やっぱりオリマ、その鼻は。私はキャプテンオリマ、やっぱり妻と子供たちに会いたかった。あ、倒れた。え、今オリマって、やっぱりこの葉っぱ人がキャプテンオリマで間違いないようです。レスキューキャンプに連れ帰って元の体に直してあげましょう。一緒にいる犬はどうする。このまま放置しておくわけにもいかんが。モスは、ん、あ、行っちゃった。なんで逃げちゃった。仕方ない、今はオリマーさんの救助が先です。洞窟からの脱出をお願いします。これでオーリマー救出はうまくいったってことでしょうか。でもモス一緒じゃなくていいのかな。オーリマーとモスセットじゃなくて、でも依頼があったのは確かにキャプテンオーリマーの救助、モスっていうのは書いてなかったですよね。え、どうするんだ。モス連れ帰れないんですかね。どうして。ここまで長かったですね。さあ、オリマーさんをビーグル号へ運びましょう。オリマーハテナに勝利した。オリマーさんと思われる葉っぱ人は気絶したままです。じゃあこれでとりあえず運べばいいと思うんで、3人
これにお願いして、はい、で運んでもらいます。他どうしよう、どこから降ります。そこを直、すごーい、高いとこ大丈夫なんですね。じゃあついでなんで資材も運んじゃいます。これね、ちょっと待って君たち君たちそれはね砕けないんだな、ごめんね。はい、これで運べるよね。よし、じゃあ行こう。葉っぱ人の治療はできるとして、ま、あの、私エキスないのでまた取りに行かないといけないのはあるんですけど、モスってどうなったんだろう。よし、救助完了。 ID エラー、やっぱり ID カードは葉っぱ化の影響で読めませんが、これがオリマーさんなら僕たちのミッションは達成です。そうだな、早く彼を治してあげよう。オリマー、ハテナを救助した。いつまでハテナなんだろう。治療するには薬が足りない。そうなんですよ、わかります。夜の探索に1回行って薬を取ってこないといけないので、戻ったら引き続き夜の探索に行きましょう。いやー、でもそれにしても段取りバトルで最後オリマーに勝つと連れ帰れるっていうのはなんか不思議な感じですね。ということはオリマーがラスボスだったのかな。あれ、はい、戻りました。19日目が完了。救助した人が20になりました。知恵のエレメントだって。私謎解き普通に1個ずつ回しちゃったけど良かったのかな。今日はとうとうオリマさんが救出されました。ここまで本当によくやってくれた、エクセレントです。ちょっとは褒めてやってもいいぜ新入り。残すは葉っぱ化の治療だけだな。でも薬のストックはないよ。よし、明日からは夜の探索だ、任せたぞ。はい、ということで夜の探索に行きましょう。どこでもいいんですけど、ちょっと難易度が低いところに行きたい。探索20日目。あとはオーリマーさんを治療するだけですね。夜の探索へ行って光の蜜を集めてきてください。いよいよミッションコンプリートが近づいてきたか。決して油断するんじゃないぞ。では総員配置につけ、はい、コピー。じゃあ夜探索ですね。新しいところが出たんでしょうか。夜の探索場所を確認します。お、なんか新しいところが出てる。とりあえず浜辺1だし、これ全部やったらどうなるんですかね。そういえばやり込み要素になってるのかな。はい、到着しました。浜辺はあんまり開けてないんですけど、最初のところだったらなんとなくわかるのでうまくいくんじゃないかと思います。光ピクミンをとりあえず増やして、地図上にはこれありましたね。あ、もう一箇所あるんだ、逆側。この辺のも集めます。とりあえず数必要だと思うんでやってもらいます。オッチは戻ってもらわないといけないんだけど、ちょっとまだいいかな。これで戻ればいいかな。いや、こっちのやつ取りたい。まだ間に合う、いけそうですね。始まってないんで、いや、これも取りたい、いけるかな。うん、まずいよ、なんか囲まれてるよ。あ、でも今生まれた子が来てくれてる。じゃあこれでオッチンに、はい、拠点行って、私ここなんとかするから。こっち側からなんだねみんな頑張って、ついでにこれも持っていっていいのかな、ついでして。結構いますよね。逆側は
あれ、こっちまだだ。でもちょっと怪しい感じがするので、近くのこれを取りましょう。待って、向こう側に1匹近づいた。戻る。飛んでるやつか。ちょっと足が速いんですよね、確か。はい、できた。で、次こっち大きいの来てる。みんなで行こう。せーの、当たれ。よし、当たった。頑張って。待って、こっちも来てるよ。なお、終わった、終わった、終わったね。はい、戻って。これだ。待って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 、ここ光がないんだ。よし、おとり塚。うわ、逆側のおとり塚が。いけた。まだだね。これで OK かな。逆側のおとり塚があっちこっち行ってる。39、もうちょっと欲しいんだけどな。こっち壊れますね。こっち壊れちゃった。しょうがない。え、どうしよう。どこから持ってくればいい。一番近いところってなんか水の中なんだけどここかな。どっかから持ってきたいですよね。39でしょ。もうちょっと欲しい。あ、これ変わった。じゃあ 今ここでなんとかすればいい。終わった。終わったらこれ、終わったらこれ持っていこう。みんな戻ってきて、これ持ってって15そしたら増えるよ。で、ここを阻止。逆側のおとり塚のとこから来てますね。ここだけじゃないな。どうしよう。来たね。これをオッチンが阻止してくれてるのを、おとり塚はもうしょうがないにして、ここだけにします。広いこのステージ。おとり塚間に合いますね。逆側は壊れちゃったけど、こっちは間に合うかも。で、ちっちゃいの先に送ってから残りでみんなってやれば間に合うんだね。最初大きい方からやってるからいけなかったんだな。間に合ってますよ。上からも来てるけど間に合ってますよ。はい、どっち。こっちから来てる。どうしよう、数40。もうちょっと欲しいんだけど、いけなくない。あ、行ってくれるのは行ってくれるんだ。すごい。なんか羽びくみみたいに飛ぶっぽい感じのではいけるんですね、この子たち。じゃあ水の上でもよかったんだ。これ最後かな、時間的に。なんか最後っぽいですよね。みんな頑張って。はい、みんな頑張って。お、カウントダウン入った。もうちょっと。頑張れ。倒せた？倒せるか、見守り終わりかどっちかなんだけど。あ、倒した。3秒前。あ、2秒だった。危なすぎる。間に合いましたね。でもここ広いな。もうちょっと近くで光ピクミンいっぱい集めないとダメでしたね。やっちゃった。姉妹くん、よく頑張ったね。よかったです、成功して。これでオリマーさんの分の薬が作れます。多分オリマーさんなんだと思うんだけどな。いい色してるね。じゃこれで作ってもらうので帰りましょう。この後エンディングなのかな、なんか続くのか。クリア後とかも気になりますよね。戻りました。あれ、隊員のみんなしかいない。なんで？夜だから。夜ってこうでしたっけ、ちょっと覚えてない。20日、探索成功で1つ薬が作れるようになりました。治療はこの人ね、葉っぱ人、なんか赤い人。光の種も27か。もうちょっと集められるかなって思ったんですけど、こんなもんでしたね。夜の探索お疲れ様でした。君のおかげで薬を作れるようになったよ。うふふ。
やりましたね。これでオリバーさんを治療できます。ここまで長かったがとうとうミッションコンプリートだな。それじゃ薬作るよ。いつもよりワクワクするね。本当にコンプリートで大丈夫？オリバーを救助せよが終わるのかどうかが気になります。ドクター治療を任せたぞ。アイコピーだよ。あ、ドキドキする。やっぱりオリマーだった。よかった。君たちは？そう、この声この声そうか、私は遭難して。すまない、どうやら迷惑をかけてしまったようだな。そしてレスキュー隊の皆さん、助けに来てくれて本当にありがとう。申し遅れたが、オリマーでしょ？キャプテンオリマーっていうのか。あ、キャプテンオリマードルフィン号の船長だ。やっと会えましたね。ホコタテ製のオリマーです。宇宙を股にかけ冒険するのを夢見がちと言ってもドルフィン号は壊れてしまってね、帰ったら社長に叱られるな。そうでしたね、持ち物オリマーのものじゃないでした、会社のでした。あんたの遭難のおかげでお宝が見つかったんだ。売った金で宇宙船を買い直してやろうか。ついでにシェパード号も金ピカにしちまおうぜ。え、金ピカ？シェパード号は金ピカよりも渋めのクロームメッキで仕上げたいところだが。え、どっちもどっちかと思うんだけど。で、冗談はこの辺にして。冗談だったんだ。総員、帰還の準備をせよ。アイコピー、オリマーを救助した。これでミッションコンプリートだ。もうほんといろいろありましたね。ついに帰還っていうことなんですが、犬はモスは？え、オリマーもモスの話しないよ。本当に離れるんだね、ピクミンが。お見送りかな。あー、揺れてる。彼らともお別れですね。かわいい、感謝するピクミン。みんなとお別れなのかな。外に出ましたね、宇宙だ。え、おお、多分この後エンディングになると思うので、エンディングちょっと早送りで見ていきたいなと思います。すごい、地球は青かったってこういう感じなのかな。はい、ということでピクミン4体験版から遊んで引き継いで本編製品版遊んだんですけど、久々のピクミン楽しかったです。あの、なんかピクミン3デラックス遊んだんですけど、その時のことを思い出しました。ただオリマーの犬のモスがちょっと気になるのと、あとは一番最後に出てきちゃった岩ピクミンですね。出会ってなかったです。羽ピクミンまでは出会ったんですけど、岩ピクミンいるんですね。白ピクミンもいるかどうかちょっとわかんないし、紫色とかも確かいた気がするので、その子たちにも会えなかったです。お、光ピクミンだ。夜だからってことかな。すごい、夜の探索面白かったですね。でも思ったよりも怖かったです。結構凶暴だよね、話には聞くけど。え、待って、ルーイ、え、なんでルーイ、あ、モス、え、ルーイも一緒だったの。え、尻尾ちゃんと葉っぱになってる。え、なんで、え、ルーイなんで、あれ始まった。
とお話ししながらって思ったんですけど、ルイ、え、ルイですよね。違うかな、あの後ろ姿は。あれ、待って、なんで待って、ワープ中止だ。え、オッチンの様子がおかしい。え、オッチン具合悪い、揺れてる、震えてるね。どうしたんだろう、これって宇宙酔いでしょうか。ん、宇宙も酔うの、車酔いみたいな感じ。いや、救助犬がそれぐらいのことで具合が悪くなるわけがない。え、病気、何か別の原因があるはずだ。オッチン、シェパード号を止めてからは症状の進行が収まったみたいだね。なんで、エンジン音が嫌い。すぐにあの星へ戻るんだ。なんだって、なんで、エンジン音が嫌いなわけじゃない。どうしたんだろう、オリマーさん。オリマーさん、どうしてですか。詳しいことは後で話す。急いで星に戻ってくれ、早く。え、今せっかく出てきたのに戻るの？ん？こうやってやり込み要素が始まるの？あれ？なんか不思議な感じですよね。戻っちゃった。説明をお願いします。オリマーさん、戻ってきましたね。あれを見てくれ。ん？ん？あ、オッチン元気になってる。なんで？オッチンが元気になってるよ。どうしたんだろう？尻尾？おそらく原因はあの葉っぱだ。え、実は君たちレスキュー隊が来る前に私はこの星からの脱出を試みたことがあるのだ。しかし倉庫に潜り込んでいたモスがオッチンと同じように苦しんでいるのを見つけて急いで星に戻ろうとしたところで再び遭難してしまった。え、2回遭難してたの？理由はわからないが葉っぱが生えた生物はこの星から出られないのかもしれない。そんな、え、オッチン一緒に帰れないの？パピオン、薬を使って治せないか。このままではオッチンが。実はオリマーさんの薬を作った時に気になってオッチンにも試してみたんだ。だけどオッチンには効果がなかったよ。じゃあどうすれば。諦めないで、オッチンと一緒にいたい。その通りだ、さすがオッチンのバディだ。いや、もうだってオッチン一緒にいたいもん。みんな聞いてくれ、どうすればいいんだろう、オッチン治るのかな。実は先ほど星から離脱した時レスキュー隊本部からのメールを受け取った。ここは県外でしたからね。それでなんて書いてあったんですか。この星にいるすべての遭難者の救助要請だ。リストがあるのでみんなにも回そう。ん、何人いるんだい。え、多くない、待って、わかんない、縦が縦が見えない。ルーイもいるじゃん。え、さあ、やっぱりさっきのルーイ。スパニエルってコッパイ星人、学会でも有名な獣医さんだからこの人ならオチを治せるかもしれないね。なんだって。え、待って、ルーイ来てるの、ちょっとあのオリマーさん何一言も言ってないの、なんで。おそらくそうだろう。ただ私が葉っぱ人になっていた時の記憶ではコッパイ星人の遭難者は見ていないな。私たちが今まで行ったところに遭難している可能性が高そうだ。行ってないところに遭難している可能性が高そう。間違っちゃった。では捜索範囲を広げるためにレーダーを強化しないといけませんね。より一層のキラキラエネルギーが必要だな。総員、レーダー強化の任務に取り掛かれ。ん、どれくらい必要なんだろう。アイコピー 100% じゃないとダメとかそういう、あれ、新エンディングある。オッチンを治療せよのミッションが加わりました。コッパイ星人の獣医スパニエルは今まで調査したエリアにはいない。探し出すのは新しいエリアでってことですね。わ、探索21日目になりました。あれ、メインミッションが追加になりました。これエンディング後だから多分クリア後の要素になってるのか、それとも仮エンディングだったのか、え、どっち。ちょっとあの話聞きますね。
オリマーさん、あのモスってどんな感じだったんですか？なんで今一緒にいないんだろう。前に軽く話した通り、オチンを直せるよう私もできるだけ協力させてもらうよ。え、モスもね、遭難した話が聞きますね。そうだな、あの日はあんなことが。あ、待って、オリマー遭難記ニューってことは、え、オリマー操作でも遊べるんですね、ピクミン4。すごい。これクリア後要素ってことな気がします。君たちの活躍を待ってるよ。メインチャレンジとオリマー遭難記追加になったのが分かりました。もしかしたら他にもあるかもしれないんですけど、今回はここまでで終わっていこうと思います。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントをよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you。